美人とされるアニメキャラは白人の人種形質を持つというです、ね、研究なんですけども、まあ、こういうふうにですね本当の日本人アニメの中の日本人本当の日本人アニメの中の日本人正面から見ても体型がこういうふうに違うナルトだってちゃんと日本人っぽく描いたらこうなるっていうです、ね、<laughs> 大きなお世話みたいな。鈴川さんもさんが昔、漫画っていいうのは絵じゃないんだよと。 符号なんだ、記号なんだっていうマンプロンというのを書いたんですね。そこに書いているのは顔とか目っていうものを写実的に絵として描いてるんではなくて。目という記号、汗という記号というのを書いてる。で、その記号がどんどん伝えるものが多くなってくるので。描写が複雑になってきてるだけだというふうにおっしゃってたんですけど。一年ほど前、ドイツ系トルコ人が。ドイツ系トルコ人。ドイツ生まれ、ゲルマン民族だけど。 トルコに住んでることなんでしょうかね。ドイツ系トルコ人の女の子と話す機会があったのですが、逆は多いんですけどね。トルコ系ドイツ人って多いんですよ。つまり、あの EU のですね国境の自由化って言うんですか、EU の加盟国の中では自由に人が動けますよというふうなことの中で。 あの今何が問題になってるのかっていうとヨーロッパの EU の国々に難民が来てるとかですねそういうふうなことですねで難民が来てるのは何でかっていうと中東でできたです、ね、テロとか戦争とかの難民は一旦トルコにガーッと入ってきてトルコ検問が緩いからガーッと入ってきてトルコは EU 圏なのでトルコ経由でいろんなところへ行ってしまう。なので フランスとかですねまあ今回 EU に離脱しちゃったイギリスはもうこんなのやってられないうちの国にこれ以上難民入れてられねえやもう EU 離脱しようか離脱しちゃったって話になってますしかしドイツだけはいや難民を受けるべきだと言ってるそれは何でかっていうとドイツっていうのは第二次大戦後トルコからの移民を 大幅に受け入れて、それのおかげで優良なですねよく働く労働力というのを手に入れて安い労働力を手に入れてヨーロッパ内で,です、ね、もしか全世界的にです、ね、経済力を手に入れたということがあるのでトルコ系ドイツ人だったら分かるんですけどもまあこのここで話が出てるのはドイツ系トルコ人っていうですね「<laughs> 本当かよ」っていう女の子と話す機会があったのですが。 えー、すみません横に流れました、えー「日本の漫画やアニメの人物は、えー、何で白人みたいな顔立ちなの?」と質問されましたうーんその時は漫画だってルーツはアメリカにあるから多少は影響あるんじゃないかなでも今の作家さんたちは白人と思って書いてないと思うよと答えたのですがもう少しベストな回答は何かあったのかなと若干心残りです岡田さんならどのように回答したでしょうかちなみに彼女は日本の漫画やアニメはそれほど見ないタイプだそうです ああ日本外人さんから見たら特に欧米の人から見たら日本のアニメや漫画のキャラクターは白人みたいに見える問題ってやつですね。これねあのよく言われていることらしくて僕もネットで見たらですねあのこういうふうにまとめている人もいました。美人とされるアニメキャラは白人の人種形質を持つというですねこう研究なんですけどもまあ、こういうふにですね。 本当の日本人アニメの中の日本人本当の日本人アニメの中の日本人正面から見てもなんかこう体型がこういうふうに違う例えばよく言われるんですけど日本人の胴回り女の子の胴回りっていうのはワコールの研究によると長方形なんですねでそれに比べて白色人種というか欧米人っていうのはですね楕円形なんですよなので日本人の胸板っていうのはなんかどうやってもウエストがスリムに見えにくいってことがあります でえー、日本人というのは背骨がまっすぐアニ,メアニメの中の日本人というのは背骨が S 字になっているとでこれを見てもわかる通り実際の日本人とアニメの中の日本人というのはこんなに違うじゃないかと足の下だってこんなに長くなってるぞとあと顔だって本当の日本人はこういう顔なんだけどアニメの中の日本人こんな顔してんじゃんかよ。つまり これって西洋人的な特質を持ってるからみんな白人コンプレックスみたいなものがあって白人っぽく書いてんじゃねえという指摘が多いそうです。でね こネットから拾ってきた画像なんですけどね、えー「形質人類学に基づく白人とアニメキャラの類似点」っていうですね <laughs> 世にもおせっかいなことを心配した人がいてですねまあナルトだってちゃんと日本人っぽく書いたらこうなるっていうですね大きなお世話みたいな <laughs> デスノートのキャラもこういうふうになるはずだということで、まあ、日本人と白人とのです、ね、顔つきの差っていうのは例えば、えー、っと目と眉の間が。 え狭い目と眉の間が広いっていう、白人と日本人はこういうふうな差があるんですけどアニメキャラとか見たら全部これ白人っぽく描いてるよと、まあ、言われてみりゃその通りなんですよ。じゃあなんでそうなのかその本当に白人コンプレックスがあるなのかというと僕が考える実はですね欧米の人たちが見えるような人種的な特質っていうのかな癖っていうのが僕らには見えないんですね。例えば あのアジア人っていうのは目が細いとかですねあとんだろう肌の色が黄色いというふうに言われるんですけど実は僕らはそういうふうに見えないんですね例えば日本人にも色白って言葉があるんですよ。だから何かっていうと日本人の色の肌の色の範囲の中で白いか黒いかが問題なのであって世界基準のような世界白い黒いなんて話僕らはしてないんですね。 とということで,です、ね、欧米のような特にそのドイツ系トルコ人とかですねどっちでもいいですよトルコ系ドイツ人とかそういうふうなことをごく自然と書いてくれるような人っていうのはそういうふうなところに住んでる人たちは人種ごとの差が気になるんですね。つまり アフリカ系だから髪の毛がチリチリだっていうふうに考えるんですけど僕ら日本人は日本人の中東洋人の中でのくせ毛とかそういう風なものを考えるだけなんですねでも日本に住んでるのは 90%90 90何が東洋人なのでですね人種ごとの差ではなくて東洋人のののの範囲の中中の差を漫画の中で描いてるだけなんですよ。だから漫画の中のキャラクターが白人っぽく見えるというんではなくて。 東洋人の中で主役っぽい顔を描いていくと白人的なな特徴に見えるだけなんですね。でそれが何で白人的な特徴なのか黒人の特徴なのか、えー、なんだろうなあとはなんかメキシコ人の特徴じゃないのかというふうに言われても僕ら日本人は日本人のさっきも言った黄色人種の顔の配列の中で描いていったら。 発展するようになってしまうで、その絵柄も手塚治虫の頃からずっと一定というわけではなくて、ブームによってどん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 変わるわけですね。別にあのー、外国のですね。あの白人の女の子がですね。あの萌えキャラみたいな顔してると誰も思わないわけなんですよ。<laughs> なので、あくまで同じ人種ばっかりがほぼ周りにいて、その中での差異を書いてしまうので、どうしても東洋人を描いているように見えないっていうのが回答だと思いますで。 それを意識して東洋人っぽく描くっていう大友克弘さん的な描き方もあるにはあるんですけどもそういうふうにするとなんか漫画が持ってる記号性っていうですか、えー、実写うんと、ね、実際にあるものそのものを描くんではなくて手塚治虫さんが昔漫画っていうのは絵じゃないんだよと。 符号ななんんんだ、だ記号なんだっていいいううマンンプロンというのを書いたんですね。だからそこに書いてるのは顔とか目っていうものを写実的に絵として描いてるんではなくて「目」という記号「汗」という記号というのを書いてるんでその記号がどんどん伝えるものが多くなってくるので描写が複雑になってきてるだけだというふうにおっしゃってたんですけどそういう書き方をしてるんでですね一種の例え話というか判字物みたいな形で絵というものを見てるんだということを ちょっと西洋の人には難しいでしょうけれども説明してもらえればと思います。えっ、ー、とお表放送これ最後にしようか。